こんにちは、ドクターネックスです。さあ皆さん、忘れてませんか忘れてませんか。無料ブレイブソウルガチャ、1日1回無料で、ステップじゃ、いつまでだったんだっけかな。昨日から16日まで、でトータル、100連できます。まあ、1回2回忘れてもまあ大丈夫って思うんですけども、最後の100連の時は、星5確定というのがありますので、さあステップ1行ってみましょう。いいね。安心なさい、命までは取らないわ。血のネリエル、もう冷圧500がついてる。うなる。はい、とりあえず1個明日からも忘れずに頑張っていきましょう。はい、2日目、無料ブレイブソウルガチャ2日目。昨日何やだったんだっけ。拒絶されない。はい、また明日頑張りましょう。はい、本日3日目、ブレイブソウルガチャ行ってみましょう。しゃしょ。はい、また明日頑張りましょう。さあステップ4、ステップ1やってステップ2、3する。はい、今日もする、明日も頑張っていきましょう。はい、本日も行ってみましょう。無料ブレイブソウルガチャステップ5。ステップ1ではいきません。果たした。さあ本日も無料ブレイブソウルガチャステップ6。出ないね、出ないね。また明日。さあ無料ブレイブソウルガチャステップ7。来い。これさあ次行ってみよう。さあ本日も行きましょう。無料ブレイブソウルガチャステップ8。ステップ1でしか来てない。もうそろそろ来てんじゃない？来ないね。全く来ないね。また明日頑張りましょう。さあ、無料ブレイブソウルガチャ、ステップ9。マジで1回しか来ないんだけど。1回しか来ない。もう明日ラストだからね。はい、明日のラストをお楽しみに。さあラストや、無料ブレイブソウルガチャラストステップ10。ステップ10は星5一体確定。さあ何が来る。氷の竜などサメの一撃で海に沈む。これが即った力かちょっと分かんねえわ。ふ、見てなかったのか。俺の氷輪丸は氷の刀だ。ハリブルと室外。
は通常じゃなかったっけ。そうだよね、そうそうそう、ハッシュバルトの、リンク用意になるか。1じゃダメだ。スノコギ力が転生しても680はダメだ。通過よ。ちょうど転生でいいの来たところですね。で、ドンピシャ。ってやつではない。はい、ここまででステップ10が終わりました。皆さんは何が当たりましたでしょうか。ご報告お待ちしております。以上ドクターネックスでした。お疲れ様でした。